ゲギです。今回はインフェクアツでバルーンに対してどう立ち回るか解説していこうと思います。で、今回あれなんですけど、この流行ってる最近の高回転のバルーン でこの人はバルーンで世界2位の今トロフィーかな、最多で、ムギッタンと1位2位でアートローバルーンでフィニッシュしてたんで、うまい方だと思います。で、もう一個アートローバルーンですね。この普通にまあぼちぼち流行ってる感じかな。で、まあアートローバルーンから見ていこうかな。アートローバルーンから見ていこうと思います。で、これはまあ前提の話なんですけど、厳しいっすね、やっぱバルーンは。うん、やっぱバルーンって厳しくて、やっぱスペルがロリババ行き玉ってのもあるし、相手は攻めてもあんまリスクない。相手はなんか常に守れるんですけど、あ、ここギャングちきりました。相手は別に何だろう、適当にやってればなんかこかつって守れるんですけど、なんか毎回の相手のバルーンの攻撃に対して命がけでこっち守ってんのになみたいな、まあ、言うてっすけどね。そんなで、バルーンの防衛方法はまあクロスと同じ感じで、やっぱロケット当たないでインフェで守るのが勝ちにつながるかなと思ってます。で、インフェにリガー当てられると結構厳しいんで、そこをうまく延命してあげたいですね、そういう来そうな時は。確かインフェってディガーのカツカツと雪玉とバルーン一発ぐらいで落ちちゃって、で、バルーン一発で落ちちゃうともう止めようがないんでね、ってな感じです。で、ここのプリンセスが優秀ですね。ここでロリババスガーステで相手のこのデッキって枯渇デッキは何が嫌だかっていうと、プリンセスが嫌なんですよね、すごく。ここはまあアトロしかいないって分かってるんで、丸太構えて即丸太で打ったんですけど、まあ言うてだ、そう、プリンセス出すじゃないですか。で、相手それを処理する、やばい、神々だけど、処理するユニットがディガー、まあなんならディガーしかないんですよね。雪玉当ててもってところだし、ディガーしかないんで、で、ポイズンとかファイボとか、まあライトニングもだし、そういう、なんだろうな、なんか大型呪文がないんですよね。ってなってくると、やっぱプリンセスの処理が、サブユニット的にも、アウトローとコウモリなんで、アイゴレコウモリなんで、プリンセスが処理しづらいって感じで。なんで、やっぱ、プリンセスをいやらしく使うのが、バルーンに対しての勝ち方かなと思います。で、ここもちょっときついですね。で、こういう端前プリンがいいですね。で、今、相手の手札は、アイゴレ、アウトロー、ロリババインフェじゃないですか。このタイミングで端前プリンすると、まあ、そこにプリンに端前でアートロー合わせるか、ロリババ打つぐらいしかプリン処理する方法なくて、アートロー端前来たらなんなら美味しいんですよね。なんか、なんだろう、ここ数が一気に来るし、丸太だけで処理できるしみたいな。なんで、こういうタイミングとか、で、今ちょうど、まあ、予想はしてなかったんですけど、まあ、可能性の一部として、まあ、ロリババで処理するっていう可能性があったんで、で、ロリババ打つ前に割り飛ばしておいたんですけど、それがなんかうまく刺さったって感じですね。で、気をつけなきゃいけないのが、このコウモリです。やっぱインフェのタゲは絶対、バルーンに取らせてあげないといけなくて、だから、防衛の時にアイスピカープリンセスを常になんか構えておく。た方がいいと思います。相手がコウモリが手札にある状況は、やっぱインフェス出しだとコウモリとかに竹取られてもう積んじゃうんで、そう、防衛もロケインフェでするって言っても、まあそれは、あ、ちょっと待って、ここなんですけど、やっぱ相手が攻めてきたタイミングで同時に攻めるってことが大事で、で、今に関してはロリバー切った後なんで、もう一枚回さないとロリバーがないって感じで、で、そうっすね。で、バルーンに対して意識してほしいこと一つあるんですけど、で、でもこれちょっと難しいっすね。難しいことなんですけど、相手がアイゴレバルーンで形を作ってくるときに、なるべくバレルを飛ばしてほしいんですよね。
で、それをどうなるかっていうと、まあ見ながらいきますか。まあ今の状況は違うんですけど、アイゴレバルーン来てバレル飛ばすと、アイゴレバル手札の相手のサイクルがアイゴレバルーン切ってからロリババじゃないですか。だからまたロリババを相手が使うにはアイスゴレバルーンとか、まあその自分より多い枚数のカードを、なんて言うんだろうな、使わないといけなくて、でそうなってくると、まあそうなってくると、まあ次の自分の2周目のバレルが相手からしたら止まんないみたいな感じで、なんでね、ここすごいギリギリなんですけど、なんとか勝っていったって感じですねそうだから相手がアイゴレバルーンしてバレル飛ばして、そうすると自分はバレル飛ばしてから防衛するから、バレル例えばインフェギャングアイスピとか、あと、まあ、ウッドとかプリンセスもう一枚回したらバレル回るに対して、相手はアイゴレバルーン切ってからロリバー切ったんで、そのまた回さないといけないんですよ、カードを。自分は先に攻めに使ったんで、相手の攻めより先に使ったんで、その攻めの分だけ回転が早いんですよね。ちょっと説明難しいんですけど、てな感じで、相手の攻めにと同じ平行で逆サイドとかバレル飛ばしとくと、まあ、次の攻撃が入りやすいよって感じです。まあそれぐらいしかないですね、指し方。相手のデッキも結構高回転なんで、その回転を上回るにはやっぱ、まあ、攻めのタイミングに合わせるかなって感じです。でこの試合でも結構あるんですけど、まあ、相手のデッキも高回転なんですけども、やっぱロリバを先に使わせることで相手よりも早い回転ではないけど、だから先にバレル、自分がバレルを持てるようになるって感じで、相手に攻めされて守るよりも先にバレルを飛ばすことが重要だと思います。ちょっと難しいですけどね。相手が攻めてきそうな時にバレルって3コスなんで、別にそんな、なんだろう、なんなら無視されても全然大丈夫な、無視されても守れるじゃないですか、全然。なんでそこでまあうまく回転を取っていくって感じですね。ここのインフェとかも本当に危ないですね。怪しい、ISP なかったら一発入ってても GG でした。 GG ではないけど、いきなりきついって感じでしたね。でこのバルーンもきついですけど、やっぱまあ、基本的な削り方は、こんな感じの端前プリンと、まあ、さっき言った、攻めと同タイミングに投げたバレルの次のバレル、2周目バレルの2つと、あとは本当にローリングと削りかな。まあ、毎回の動画で言ってるんですけど、言ってないかな。ローリングとってのが、カードが結構マジで、まあ、高回転のデッキに入ってるカードじゃないですか、ローリングとって。で高回転デッキ使いの方なら分かると思うんですけど、本当にウッドが削ってるんですよね、結構ウッドが削ってるんで、まあ別にウッド削りを意識しろとは言わないんですけど、何もない時とか打てないでいいんですけど、こういうマスケとかに積極的にユニットじゃなくてウッド、別に使い道はないんでね、あのアートローバルになると別なんですけど、このデッキになるとあんまウッドないと守れない時がないんで、どんどん使える時に使っていいと思います。でやっぱインフェが強いんですよね。相手は雪玉なんですけど、でその分雪玉だと攻めとかバレル以外にドリバー使ってバレル雪玉防衛とかできちゃって、ちょっとずるいんですけど、雪玉だとやっぱインフェのタグが変わんないんで、まあ、バルーンの防衛はまあザップよりはしやすいって感じで、そこが唯一の守りやすい点ですね。でここのさ、ちょっと遅かったんですかね、今ギャング出すのが。ああ、で、あの木か。あ、今あったのか。だって相手回ってなかったもんね。うわ、巻き戻したい。ちょっと戻ればっかりと思うんですけど、多分、相手の攻めに合わせてバレル飛ばしてから、で、さっき回して、多分相手回んなかったと思うんですけど。もう一回ないかな。あと、端前プリンですね、やっぱ。相手のデッキって、端前プリン処理するユニットが、ディガー、ロリババ、
マスケ雪玉しかないんで、やっぱ、まあ、結構あるんですけど、結構端前プリンやられると嫌だと思うんですよね、意外と。なんで積極的に端前プリンしていいと思います。読まれないタイミングでね、読まれないタイミングで、これはもう確定で危ねって感じで。でここは美味しかったですね。あれ突破できると思ってたんですけど、突破できずに、さっきなかったかな、多分さっきやったと思うんですけど、相手がアイゴレバルーンしてから、それ見て見てっていうか、それ来るだろうなって時にバレル飛ばして、あ、この元気で美味しい、バレル飛ばして、でそれで防衛してる間に手札回して、で相手より先にみたいな。あ、そう、今みたいな感じで、もう これでも何なら言えるか、相手がアイゴレマスケ出してスケルトン出して3枚出してるじゃないですか。でその後に自分はゴブリンバレル1枚出しただけなんで、まあシンプルに4枚回したら次バレるじゃないですか。で、あ、そう、10コスのでバレル飛ばして、でその6コスから、まあ、2倍エリクサー溜まる中であと4枚回したら回るじゃないですか。それに対して相手ってアイゴレスケルトンマスケ出して7コス使った後のロリババなんで、そこをまた貯めて回さないといけないんで、って考えると次のバレルの、自分の次のバレルの時必然的に回ってないはずなんですよね。ほらここ、自分回ってるけど相手回ってないじゃないですか。で相手の手札にアイゴレスケマスケありますよね。このどれか一つの前にロリバー切ってたらこんなことにならないんですけど、先にマスケ、アイゴレマスケスケ切ったから、まあ回んないって、こんな感じですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、ほんとこんな感じです。で、はい、回ってないよって感じで、で今のもまた苦し紛れなんですよ。スケルトン切ってから、まあこれはあんまり大差ないんですけど、スケルトン切ってからのロリバーなんで、まあ1枚遅いですね、回転が普段より。そうやって回転意識するのもいいと思います。ほらほらほら、バレル回ってる、相手また好きから、こういうこと。相手の方が多分回転は早いのかな、ちゃんと回せば。最初の回転は多分相手の方が早いんですけど、でも回し方っていうか、先にバレルを飛ばしてから他のユニット出すことによって相手より早く回せるんですよね。その回転のこととか考えると結構戦いやすいのではないかと思います。今ここです。ここ、自分はバレル飛ばしてからインフェアイスピ出したのに関わらず、相手はバルーンディガーしてからロリバー切ったんで、次のバレルには相手は回りません。これであと1枚回したらバレるじゃないですか。でも相手はあと1枚回してもバレるが回んない。ほらほら、全然回んない。一発入ったんで、ここはあとロケット圏内なんで回して回してって感じですね。ロケット打っとけんね。でこのこういう、ほんと今回は何かを読んだとかじゃなくて、やっぱ回転ですね、バルに対しては。こういう意識して、回転を意識して立ち回ると結構変わってくると思います。難しいんですけどね。だからよく攻撃、相手防衛しながら攻撃っていう人いると思うんですけど、それは、まあ、このサイクルとかも関係してきますね。バレル飛ばしてから10コスの状態だとするじゃないですか。説明します。10コスの状態で、自分、相手がアイゴレバルンで7コス使ってきて、その隙に自分がバレル飛ばして、相手ロリバー使うじゃないですか。で、残りも、相手は9、アイゴレバルンロリバーで9コス使って、残り1コスから、あと、で、どんどん溜まってって回していくんですけど、自分はそれに対して、まあ、バレル切って7コス余ってる状態で、まあ、どんどん回していけるって感じで。で、防衛より先に攻撃すれば、まあ、こういう感じで、
まあ相手より回転早く回せるってことです。ちょっと分かんなかったらまた聞いてくださいってな感じで、今日はアートローバルん、アートローバルンじゃないわ、いやバルーン合ってるけども、バルーンの解説動画でしたってな感じで終わります。ご視聴だ。